関市の刃物祭りの方に来ておりまして、今こちら会場がまあ関の市役所の、シャトルバスの乗り場なんですが、刃物祭りの方は見てきたんです。で今帰りなんですが、こちらの駐車場の方でもね結構イベントやっておりますんで、ね、こちらの方も別口の動画で撮影したいと思います。で、ね、一番近く、これが、ね、関牛乳、関市の、ね、関牛乳の方の、まあ、売り場が出ております。あとでこれは、お土産で買って帰りたいと思います。ね、いろいろんで歌も聞こえてまして、イベントが結構やってるようなんで、ここだけでも楽しめるのかな。シフォンケーキやら、ね、ドーナツやら、まあ、ちょっとした、いいですねこの形。さっき実際の会場行ってきたんですけども、ものすごく混んでて大変だったんですけど、こちらの方はね割と空いてて、どっちかっていうとおしゃれな感じの、ものがいっぱい出てますね。うなぎボン、なんかフォークソングみたいなのが聞こえております、ね、勝手にフォークソングって言っちゃっていいのかどうかわからないんですけどね、なんか、女の人が歌歌ってます。ちょっと近くに行くと結構音楽の音量でかくて、ねなかなか私の声が聞き取りづらいかとは思うんですが、ね、なんか、知らない方、おっとこれはちょっと別口で撮らなければいけない、こんなところにも自衛隊、ね、後で撮ります。で、こちらの方が、いちごのスイーツ、ね、ちょっととりあえず屋台を一通り回りたいと思います。あ、いいですね。こういう刃物祭りなんだけどね、こちらのシャトルバス町場でこうやってイベントやるっていうのも、まあこれ一つの、ね、一つのアイデアかなと思います。こじんまりと20ぐらいですかね、こういうお店が出てます。ね、で、女性の方も撮影したいんですけど、まあ、その前に、自衛隊、あれはちょっと別撮りで撮りたいんで、撮りたいと思います。
くんせん。